株式会社マジオネットは、東京都新宿区に本社を置く企業。多摩コ送迎車マジオドライバーズスクール多摩コは、東京都日野市にある、東京都公安委員会指定自動車教習所である。旧名称は、多摩ドライビングスクールで、通称、多摩ドラであった。マジオドライバーズスクール藤枝港は、静岡県藤枝市にある、 静岡県公安委員会指定自動車教習所である。1970年に藤枝中央自動車学校として設立された。1997年に株式会社マジオネットグループとなり、現在の名称となる。所在地は静岡県藤枝市内瀬戸115の2。取扱免許は、普通自動車、中型自動車、大型自動二輪車。 普通児童に臨車免許。マジオドライバーズスクール熱海ミ校は、静岡県熱海市にある、指定自動車教習所である。2016年1月1日より、熱海自動車学校から解消した。マジオドライバーズスクール春日井校は、愛知県春日井市名地町にある、愛知県公安委員会指定の自動車学校である。2015年1月1日より、 春日井自動車学校から解消した。所在地、愛知県春日井市名地町わざ西奥地230の一マジオドライバーズスクール大垣校は、岐阜県大垣市にある岐阜県公安委員会指定自動車教習所である。1973年に、東亜自動車学校として設立された。2003年に株式会社、マジオネットグループとなり、現在の名称となる。 マジオドライバーズスクール和歌山校は、和歌山県和歌山市志向寺にある、和歌山県公安委員会指定自動車教習所。1962年に、南海木の川自動車学校として設立された。2015年3月に株式会社、マジオネットグループとなり、同年11月に、マジオドライバーズスクール和歌山校と改める。取扱免許は、普通自動車。 普通児童二輪車、普通児童二輪車小型の免許である。マジオドライバーズスクール鹿児島港は、鹿児島県鹿児島市霊水町にある、鹿児島県公安委員会指定自動車教習所。1954年に、芸城自動車学校として設立された。1999年に株式会社、マジオネットグループとなりマジオドライビングスクール、芸城と改める。2008年に、 現在の名称となる。マジオワークライセンススクール鹿児島校は、鹿児島県鹿児島市にある、2008年4月開校の、鹿児島県労働局長登録教習機関。マジオドライバーズスクール大垣校に関するカテゴリー、マジオドライバーズスクール藤枝校に関するカテゴリー、マジオドライバーズスクール和歌山校に関するカテゴリー、マジオドライバーズスクール鹿児島校に関するカテゴリー、 マジオワークライセンススクール鹿児島校に関するカテゴリー、マジオドライバーズスクール熱海校に関するカテゴリー、マジオドライバーズスクール春日井校に関するカテゴリー、マジオドライバーズスクール多摩校に関するカテゴリー。ありがとうございます。